うん具体的な話というよりも、うん、格闘技の本当に真の魅力は圧倒的な現実を本当に目の前に突きつけられること予定調和で終わらないこと、うん、あのそのリアリティに多分、今日多くのミクルの T シャツを着て朝倉ミク来が勝つものだと思って見てたファンは呆然実質なんだろうなと。ただ その思いはあのまた次のものを求めるエネルギーにきっと変わると思います。あのこれは求められるものの宿命でそのみんなの今日切なくて悲しくてやるせなくてっていう思いは応援したその選手が勝利をすることでしかその勝利をする姿を見ることでしか埋まらないんだろうなと。 まあ、あのこの先、朝倉クロの <coughs> 次なる一手がどうなるのかとても楽しみですがきょう、多くのクロを応援しに来てくれたファンにはです、ね、このままでは未来は絶対終わる選手じゃないと僕は思っているし、えーまあ、彼らみんながまたあの背中を押して。 くれると一番悔しいのは朝倉未来であるという,ふうに思いますし、まあ、あまり僕があの代弁して語っても仕方ないと思いますが、えーまあまあ、タイトルマッチにしたことも含めていろんなものを昭和せすぎたかなという気がしないでもなくてちょっと、まあ、でも、そんなことも本人は言い訳にしたくないタイプだと思いますのでただ、僕は素晴らしいメインだったという,ふうに思っています。